第71回国際連合総会は2016年9月13日から開かれた国際連合総会の通常会期である。議長にはアジア太平洋グループからピーター・トムソンが選ばれた。テーマはザ・サステナブルデベロップメントゴールズ・ a ユニバーサル・ v e r s a l Push 2 t r a n s f フィジーのピーター・トムソンが議長に選出された。 第71回国際連合総会では21人の副議長が設けられた。以下が副議長の一覧。アンポリの常任理事国、常任理事国以外の国々、第71回国際連合総会における各主要委員会の委員長には以下のメンバーが選ばれた。各加盟国の首脳級による一般討論演説が 9月20日から9月26日の日程で行われた第71回国際連合総会では以下の決議案が審議された。2017年6月2日、安全保障理事会への非常任理事国の選挙が実施され、赤道ギニア、コートジボワール、クウェート、ペルー、ポーランドが選出された。ユナイテッドネーションズゼネラルアセンブリ C1 2019年1月22日閲覧。ゼネラル・リベート・オブ・ザ・ナナ・ファーストセッション。2019年1月22日閲覧。レゾリューションズ・オブ・ザ・ナナ・ファーストセッション。2019年1月22日閲覧。我が国核兵器廃絶決議案の国連総会本会議での採択。2019年1月22日閲覧。ありがとうございます。